していただけるように、今回使わせていただいておりますので、よろしければ、ぜひ皆様に関わっていただけますと幸いでございます。とこのナビゲーションも先ほどお話しさせていただきましたが、ナビゲーションのカメラ、このセットが構成となります。合わせるために今回手術する場所というところを教えてあげます。じゃあセットヘッドお願いします。でこれで今回手術する部分の一番頭側の状態です、ところですっていう場所を教えてあげます。で続きまして、斜めからの画像なんですけども、この二方向の画像を撮ることになります。この時に先ほどの 3D グラフィックの当たらないことです。あと最も効率よく動くフライゾーンを決めているのがこちらです。こちらの CT のデータと今、受注に取った C アームの画像が、合ってるかどうかをまず確認するために、レジストレーションを実際に行います。しましょうという形で、一応ですね、まだロボットに全て任せているわけではなくて、その精度の確認はまだ人間側に委ねています。ただここに緑の、ちょっと丸があるんですけれども、ロボットはもうこれグリーンなんですね。 1.5 ミリ以下の精度が保たれているところに出るんですけれども、全て大丈夫そうだよということ、ただ人間に確認する。このように、実際、手術の現場も同じなんですけれども、皮膚で覆われている場所ですので中がどうなっているか分かりません。ただナビゲーションの技術を使うことによりまして、この画像のようにどこにこの機械の先端があるかっていうところを把握できます。あと大事なのは深さ、奥に行きますと危険になりますので、どこまで行ったかっていうところをこのようにリアルタイムに、これが進むと画像の方に進んでいきます。このようにリアルタイムにその先端がどこにあるかっていうところが把握できます。入れるときはまだ、近くなっておきます。まっすぐ、で押したりするんでしたっけ。そう、ちょっと押す向こう方向に力を加えながら、そろそろ多分骨に当たってると思うんで、トリガーを引いていただいて、でこれを見ながら、ストップという形で止めていただいて、